なんか薬物の人は薬物教室みたいなのがあるんだけど、ね、1週に1回とかをずっと行くんだけど、窃盗の人も窃盗教育みたいなのがあって、同じなの。やっぱ依存症だから病気なのね。もう手が勝手にみたいな。もうここだよね、全部脳みその回路。そうそうそう、クレプトマニアっていう 脳みそが、普通じゃなくなってるからね。そういうの経験しちゃったら。アドレナリンが出るじゃん。スリル感じて。そういうこと。何の話してんの？必死に。大丈夫？薬飲んだ？なんだ。まだ暑いからさ。すぐ耐性がついちゃうから、2個目飲む。早いっ早いて。ね。次ご飯食べた後飲みんまちゃたご飯食べるんですか？今日もう。まだ空いてないね。カレー、とんかつカレー、すごいなんか、隠れたマジあれ、やばいわ。楽しい配信ですか？嬉しい。みたろう、なんか憎めない？嬉しい。憎まないでお願い。あんちさん見てるでしょ、今。どうかどうかうちを憎まないでください。雑談たぬき見ていつも笑ってます。怒ってます。だから憎まないでください。冷えピタはあるかな？早くあれにしなよ。ああ、虫飛んだ。あれにしてやる。飛んでないよ。俺の怖唾で。俺の唾。い。怖い。コバエがこう俺の取っ唾きたっで。て。あれにしてやる。なんで唾がこういくの？匿名オンにして、まあ、今？アンチさんに聞いてよ。なんエミのて。こと叩く理由。何がダメ傷なの？つく。傷つかないよ。大丈夫だよ。これ後で YouTube 載せるけんね。よかった。じゃあ持っててくやれ。だ。顔映りたくない。絶じ対。ゃあ分かりました。久しぶりに。匿名オン。匿名を。これ書いた瞬間みんなね、あれだごよ。めんね、リスナーさん。赤出しが減っちゃうんだけ赤出しの人アンチに変わるかど。ごらこめれ。んね、怖いよ。500人ぐらい来るよ。せーの。じゅんももって。赤出しの人がみんな敵に変わるからいきなり。教えてごらん。読み取る好きだって。本当に頑張って。その調子がその調子。その調子でお願いします。おい、類似が悪い。だって、なお、んブでス。息吸えるだろうみんな。ありがとう、エミタロウ、エミタロウって。俺は味方だ。ヒッターさん、これが最後のコメントだから多分。ああ、いっちゃんこれさだ。ん、ありがとう。ごめんね。グジばっかりね、かぶり。自分が泣く流されやすい。めっちゃ正論言ってるんだけど。すいません。ほら、赤出しいなくなった。は怖い怖い。い。でもあんまり、あれだね、そんなになくなったんじゃない？俺の悪口の方が多くない？でも何か言う話題が変わったらすごくすっくるから。これでもみんな待機してんだよ。下手なコメントしてから。例えば前もこうやって配信してて、ちょっとほら四季さんのもぐごりの話になった途端、もうもぐごりのうちの話バーってコメントが流れた。だから話題が変わったらまた来るし、そっちの話題のアンチが、なんか話題ごとにもアンチがいて、藤沢さんのとこ行ってほしいって。もんじゃいさんになんか嫌われてる気がする。まあでも子供生まれたら抱っこしてほしいかも。マサツグにする？あー、ま子ちゃ供。ん、どうもしてないよ。ナスパちゃんのライブ、ごめん。ナスパちゃん。ごナスパ。めん。すいません。あれは、ひどいね。いいのひどね。いね。ごめんなさい。とっさに出てきたの。ごめんね。でも、実際そうだから、うちにとって。すいません。スパチない人は生できていしけょ？ないって意味だか画ら。面真っ暗。歯ブラシ、してる。エミリーは自覚に落ちる。いや、焼肉の時ごめん、あれ不機嫌だった。ごめんなさい。分かって、もんじいさん嫌いなの。もう、うちは全ての配信者嫌われてます。それでいいです。歯ブラシ掃除に使ってしてよ。掃除に二刀流で。どっちも捨てるってこと？どっちか分かんねえ からな。そう。二刀流。あ、匿名オンにしたんですよ、ヒッターさん。
どうすんのこれ。何が嫌なの。ちょっとこれ外カメラから、うん、何俺が見てろと。いい子が続けばな、半日じゃないですか。 DM してて DM してないんでね。飛び抜けて可愛いといろいろ言われるんだね。よいしょ。いい時代。夜配信で体調悪いっすね。あんまり良くないっすね。でも暇だしな、寝てばっかでな。夜配信するか、えみそと配信してくれば。ちょっと俺寝てるし。一人で いつやるんだろうね。熱。エミさんと仲いいでしょ。エミリさんと一応仲いい。悪くはないんじゃない。あ、これ写してくれ。エミ太郎子育てしながら変わっていくよ。子供と成長していくから大丈夫。これうちのお母さんがルイジさんにって送ってくれた焼き菓子でいい、焼き菓子です。美味しいのかな。怖いね。フィナンシェって書いてある。絶対食べる、うん。お母さんありがとう。お母さんありがとう。で、これはデジさんが今日買った服です。ファッションショーやっちゃう。明日の朝配信で着るそうです。エミリのファッションショーやっちゃう。エミはユニクロの下着買いました。買いました。エミリーさんハゲてねっていう人いるけど、どこがハゲてんの教えてほしいんだけど。全然ハゲてるように思わないんだけど。美容師がいるんだからハゲてないでしょ。ねえ、どこがハゲてんだ。もっと薄い人いるでしょ。おでこが広いからね。ちょっとね、髪の毛細いかな。全然色ね、色もブリーチしても抜けにくいし、うん、強いよ毛が、うん、毛が強い。はい、いや、あのね、おでこありがとうね。なんかお茶ありがとう。お茶ありがとう。お茶ね、あんまりね、見るね、意味ないからね。お茶ばっかりありがとうね。コインの方がね、どっちかって嬉しいからね。なんか収益つかないんすよ、エミリさんのこれ。そう、そんなおでこはエミリさんね、ちょっとね、あれ剃ってるからな。富士美体剃ってるからな。俺もあれだし。目が太くなって悩むことをしてきた。そんなこと、ありがとうございます。匿名さん、わかんない。収益ありがとうございます。コインなんかね、昔なんかツイキャスでバンになったアカウントがあるからじゃ分かんないけど、いいパパになりそう。英語に卵が3つある。早く使わなければ。ゾンビですチャンピオン登録しました。ありがとうございます。コインありがとうございます。やばいやばい、幻覚見始めちゃった。やばいやばい、怖い怖い怖い。誰かと戦ってる。片手じゃ取れないだろ。両手でパンってやんないと取れないよ。そんなんじゃリサーチ力ないよね。な、何リサーチ力。心が優しいから。うん、心が優しいか。じゃあみんなと恋人ごっこしよう。みんな彼氏目線ね。それあれじゃない、匿名切った方がいいんじゃない。ねえ、うん、どんな気分。エミはイチャイチャしたい気分。やめよう。やばい、あ、やばい、ね、荒れるぞ。
うざい。革命切った方がいいんじゃない。マジキモンとか。いや面白いけん。藤沢さんの夢に出る人やめて。確かに怖いね。こっからこう来た。可愛くないとか別に可愛いとか求めてないもん。何でっかちゃんって。食欲なくさ。飯食うねこれで。面白いやろ。ねえ伊藤洋弁はや。猫かぶってない。これがうちの巣だもん。え、ちょちょ揺れながら近づくの変やった。歯のホワイトニングっていうか、うち今みんなに言われすぎて歯が白くなるね。タイのやつ使ってるんだよ。お母さん送ってくる。優しいね、お母さん。お母さんがくれた。それまずいんだけど一生懸命朝磨いてんだよ、それ。まずいんだ。あ、まずいって。そっちのまずいね。美味しくない。分かったって。歯が黄色いの別に迷惑かけてないじゃん。ないじゃん。逆に感謝してほしい。そうやってディスれるから。意味のこと感謝してほしい、うん、意味が分かんない。ホワイトニングはね、なんかできないらしい。しようと思ったんだけど、いつかするよ、ホワイトニング。はい、切ります。匿名さん、さようなら。そろそろ配信も終わるし、もうたまらないです。たまらない。誹謗中傷良くないです。目から見えてます。受け取ってます。あ、出た、藤沢さんのあれと一緒だ。受け取ってます。聞いてます。聞いちゃった。うん、聞いてほしいんでしょ。あなたたちはお薬と一緒です。ちゃんと聞いてます。即効性あります。用法、用量正しく。止まってないんだけど。止まってないんだ。なんでだ。もう一回来て、もう一回来て。もうてか終わるからね。へ、手で持ってるからきついから。これがここまで青くならないと。 OK。 ほんとだ。で、保存しましたって出る。これで OK。 さよなら。特別戻ってきて、みんな。さよなら。戻ってきて、キラコメの主たち。エンチタイプあまりない、うん、どういうことそれ。エミにほら、内カムにするから、電気消してきてあげる。こういう、ありがとう、パンチュさん。今日も京都っていじめられました。石を投げつけられました。テンションが下がっちゃう。これどうすんだよ、みんなのせいで機嫌悪くなったら。機嫌は悪くない、ちょっとへこんだだけ。優しい要請でガスナッキして話す場を設けてくれるんだから。他の配信者はね、もう起きてくんないよ。ありがとう。やばねちゃん、いらっしゃい。あごめん、蹴っちゃった。やめろ、俺を打つな。アンチも養分になるから。養分？でも養分さん嫌いだから。でも大手の人にコメントもらえるのってすごいよね。ようぶんさん、みぎっちさん、いけちゃん、ゼロワンさん、みんなうちが大好き。男ばっかりコメントしてきて。まあ、シュリちゃんも来るもんね。シュリさん好き。今のエミ太郎なら類似とうまくやっていけそう。どうだろう。ようぶんさんにお前友達おらんやろって言われちゃった。エミ太郎の栄養になる。何が？アンチが？栄養になるの？あ、キャリーちゃんも米くれるよ。やっといつもいいねしてくれる。エミ
太郎のバースデーに。俺の鼻とか口怖いんだけど、マジで。マジ下から見てもイケメンなんだよ。どこがだよ、マジで。マジでやばいわ。鼻の形、エミってさ、下から見るとブサイクなの。でも、ルイジさん、鼻が綺麗な。怖い。今の鼻はこれ、豚鼻。怖い。自分の顔が怖い。ブサイクどうして。エミでしょ、ブサイク。エミかわいい。なんで笑いながら言ってない、マジゴブリンって感じ。ちょっと白くなったよ。歯がちっちゃいんだよ、エミ。なんか歯ちっちゃくない、なんか奥に入ってんだよね、ほら。なんかならないの。ほら、いいが。花がレイジ、その他パーツはエミ太郎にだとめっちゃ可愛いかな。確かに。いや、エミこの顔だからね、すべてパーツが整ってる。なんかバランスがいいよね。本当？顔好き？フィリピン人みたいで。あなたパロパロね。みんな暗かったらね、画面の明るさをね。ビューンってくる。やめて、俺言ってほしくない、怖い。白くはないけど小さい歯。これね、ずっと昔から言われてた、小学生の時から。お前まだ子供の歯かよって、うん、で、これがもっとちっちゃくなったって感じ。な、悪いことしちゃってそう、あなたパロパロね、浮気者ねってみんなの。そうよ、あなたパロパロやん。わかったよ、パルパル。パロパーロって言ってみて、今度浮気いものってかわいい、ありがとう。何でも歯で食いちぎるんだよ、この人。やめてほしいよ、本当。絶対いつか歯割れちゃうからね。今日のユニクロのブラもユニクロで食いちぎってきた。なんでも歯で、歯でタグ切るんだよ。歯で切れねえものはねえ。エミ太郎の声好きよ、ありがとう、おまさん。歯とか言われた。じゃあそろそろ終わろっかな。何時間やったら？2時間ぐらいやったの。1時間17分。これ YouTube にあげます、うん、タイトル何にしよう、みんな決めてください。タイトル、これのタイトル、うん、2つの歯ブラシ。あなたが好きな歌や。一人ぼっちの歯ブラシ。カラオケ行きたい、今度。今度ね。何も利益ないけど、 TikTok も YouTube もできないから。なんで俺はあれなんだろう、収益規制かかってるんだろう。あまちゃん、後でアーカイブ見てね。ん、うん、収益でしょ、うん、だからおすすめ規制解除申請を出して収益、うんうん、だってりんちゃんでもできてるんだよ。うん、やってんだけど俺落とされ、なんか収益あれなんで、あれできないんだよ。それしたらさ、2人でさ、いろんなことできる、うん、こんばんは、マリンさん。ツイキャスもあれだっけ、カラオケ配信できるんだっけ。できる、できる、できるんだ。タイトル、ルイジとの1ラブ見てくんない。チラブしてねえから。うちの彼氏にちょっかいかけないでくんない。誰がくんないって言い始めたの。デジさん、スイチーターさん、ベッドから平和な配信でした。ありがとうございます。こちらこそ、いつもありがとうございます。ねえ、カラオケ行きたい時あるよね。あんた行ってこいや。は？なんて、うん、シュリタカと行ってこいよ、シュリタカと。なんで一緒にさ、行かないの。でも俺誰で一つでしょ。今度でいいよ、今日とか言ってない。うん、うん、今日行ったら体悪くなっちゃう、うん、行くか、今日。行かない。うちの歯ブラシ、ドナットン、ドナットン。じゃあ終わります。手だけ振って、ありがとうございました。皆さん、ご視聴、ご清聴どうもありがとうございました。覚えてるね。ハ
と。バイバイ。チャオ。ありがとう。またねー。やめろ。